事終わりましたですよ。静岡でね、6時ですね、ちょうどね。さあ、駿河湾で燃料入れてメッシュしましょう。土井ひげはるです。今日はね、はい、こちらマルタイ棒ラーメンを使ってですね、アレンジレシピ作っていきますよ。今回はね、こちらを使って汁なしラーメン、まあ焼きラーメンですね、焼きラーメンの方を作っていきますよ。私ね、結構焼きラーメン大好きで、汁なしのねラーメン好きなんですよ。まあある場所はね、まあ、お汁があった方がええところもありますけど。は？何ですか？あ、下ネタちゃいますよ。私ね、ほんとね、下ネタ大嫌いなんですよ。はい、というわけでね、早速こちらで焼きラーメン作っていきますよ。はい、というわけでね、材料ちょっと紹介しておきます。豚こま、グラム98円。なんぼ271グラム。多いな、相変わらずな。ミックスもやし、こういうのええよね。ミックスもやし、これが300グラム入ってます。今日まともな材料はこれぐらいです。この調味油ついてるけど、もうこれ使っちゃおう。肌で見えないか、よいしょ。ここはね、もう軽くでいいですよ。野菜、うわ、めっちゃ多いこれ。何この量、すげえ量やなこれ。フライパンが小さすぎる。まあ当然ね、1個じゃできひんね。まあやり方によってはワンパン、フライパン1個でできんねんけど、とてもじゃないけど無理やねこれ。こんなに野菜入ってると思わなかったな。野菜がボロボロ落ちる落ちる。おうおう、どこ行くねみんな、どこ行くね。一旦ちょっと開けときましょう、こっちね。うわ、これだけでも大しこれ野菜炒めだけでも 大変な量になっとる。マジか、野菜だけでもこんなにあるぞ。あらかじめちょっとお湯を沸かしておりました。すぐにね、いけれるように 600cc ぐらいあれしたんで、最後ちょっと残しておきます。何しようかな。非常に心配になってきました、この野菜の量。野菜はね、もういっぱい取りたいからね。このスープはね、1個でいいです。2個ついてますけど、全部入れちゃうとね、濃くなっちゃうからね。あ、ガスなくなった。大事な時にガスなくなった。ちゃんと予備があります。はい、とりあえずスープね、もう入れちゃいますよ。じゃあこれをね、味を染み込ますためにこいつを戻します。戻して煮詰めていきます。あ、野菜の水気がすっげー出てる。これはこの水分飛ばすのに時間かかるかもしれないですね。すごいすごい状態になってきたな。フライパン、野菜たちに染み込ませながら水分を飛ばしていく。あとはそれだけです。さあね、これ随分とね、汁気は飛んできたんですけど、結構ね、こう皆さん、こうね、かなり粘り気が出てくるんですよね。片栗粉入れたわけではないんですけど、あんかけ状になってくるんですよね、これね。まあちょっと野菜の水分を計算ちょっと間違ったね。かなり水分出たね、野菜からね。ですんで、
もうちょっと水が少なめでもよかったかもしれないです。これ以上やっちゃうとね、もう麺がもうブニブニになってしまうんで、この辺で止めておきましょう。あーでもあいい感じいい感じ、なくなったなくなった、よし。うわー、めちゃめちゃ豪快でめちゃめちゃうまそうやんか、これちょっとやばいんちゃう、マジで今日も大成功かな。な、盛り付けましょう。ええやんええやん、めちゃくちゃええやん、すげえあんかけ状になるよね。なんかそれはちょっと参考動画の時に言うてたんやけど、まあ、ダマになりやすいから少しこうやって水気が残ったからあんまりダマになってないしね。はい、あとはじゃじゃん、紅生姜。やっぱりね、やっぱり焼きラーメンといえばちょっとこういう紅生姜入れときたいよね。俺よう思いついたわこれな、忘れんとよう持ってきた。はい、こちらマルタイ棒ラーメンで作った、なんて言ったらいいの、マルタイ棒ラーメンで作った焼きラーメン、汁なしラーメン完成でーす。これはめちゃめちゃうまそう。焼きラーメンってどんなもん、あんま食べたことないんだけど、ちょっと汁気あっていいよね、もちろん。うまい、今回豚骨風味に出会いましたけどね。あーちょっと固まるか、ちょっと水っぽい感じはするけど、もしかしたら野菜が多かった、あ水気がちょっと野菜から出たっていう分、もう半袋ぐらい足しても良かったかもしれない。ちょっと薄味ぐらいでええかもしれないですね、塩分控えめで。肉もたっぷりやし野菜もたっぷりやし、ほんまたっぷりやったね今日。この紅生姜なんとなくでしょ、すっごい結構量あったから紅生姜がかなり効いて美味しいよ。どう？どうよどうよ。結構ね、こうあんかけ状に絡みついてるから、あんかけ焼きそば的な感じかな。うまっ。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイナウ。はい、まあ、ほとんど片付け終わったんですけど、定期的にね、食べ終わったあとこういうのはどうしてるんですかというふうに聞かれますんでね、久々にまたお答えしておきます。もうこれちょっとだいぶ吹きましたけど、こういう、お汁拭きですね、ウェッティとかああいうのでザーッとこう残飯とかクックッとすくって、でまた次ちょっと綺麗なんでさらに、これをね結構よく使いますよ。である程度これでふわーっとこういう感じね、拭いたらこれコストコとかでよう売ってんねんけど、この青いペーパーでさーっと空拭きして、で袋の中に、まあこの辺もね一緒、これもほとんどもう洗ったからもう一回使うけど、もう何枚も使います。正直ねえ、普通に食器が洗えるようなね場所があれやいいけどね、サービスエリアとかそういうのないですから。さーっとね拭いて綺麗になったら空拭きして、で会社か家に帰ってもうこれを洗うというような感じです。またね、ラーメンのお汁残したらどうするかっていうね、やつも
またラーメンでもやった時にやりますわ。まああのがっつりブルンブルンに固めますからねブリンブリンに固まりますよ。またそれもお見せしますわ次回の時ね。じゃあおやすみっちー、おやすみっちー、おやすみっちー、おやすみっ、おやすみっちー、おやすみっ、おやすみっちー、おやすみっちー、おやすみっちー、おやすみっ、おやすみっちー。全国のヒゲちゃんファンの皆様お待たせいたしました。天才ぼやっき様の登場でございますわよ。チャンネル登録しないとお仕置きだビー。